うなっぴーです。こんにちは、こんばんは。リスナーの皆さん、 YouTuber の皆さん、お元気ですか？うなっぴーも元気ですよって言った感じでやっていきますわね。はい、今日もふなぴー島パトに行ってまいりました。今回はふなぴーの大好きなぽっちゃりアラサーひなさんのコラボなんですが、太陽さんのコラボを入れて合わせると50点の超超超大型コラボとなっております。そんな新作ふなぴーは2点購入してまいりました。まあね、その後どんどん買っちゃいそうでございますわよ。はい、まずはこちら、ひなさんと太陽さんのコラボの朝朝キャミビスチェでございます。商品情報はこちらでね。サイズ展開は店舗では LL と 3L、 ふなぴーは LL でございます。カラーバリエーションはこちらの濃い灰ダークグレーでございましたね。それとキャメルの2色展開となっておりました。お値段は税込み1639円となっております。はい、大きいサイズのコーナーのこちらのひなさんと太陽さんのタグが目印ね。大きいサイズのコーナーなのですぐにわかります。こちら素材がポリエステル 100% で、横に少しシボの入った麻調の涼しげな生地でございますが、ポリエステルなのでシワになりにくいところも嬉しいところでございますわね。華奢なストラップはアジャスター付きなので長さ調節が可能となっております。前身頃は二重になっていて、バストの部分はランダムにあしらったタックのデザインで、裏は一周ギャザーを寄せた程よいフレアデザインとなっております。はいね。また後ろはシャーリングゴムで伸び縮みするから窮屈感なく着用できます。ただそんなにね、ここビヨンビヨンって伸びる感じはございませんね。そしてもう一点はアクセサリーでございます。はい、こちら、ひなさんと太陽さんのコラボのメタルバングルでございます。商品情報はこちらでね。ちょっとカットいたしますわね。こちらはアクセサリー売り場で購入ができます。ちょっと分かりやすく見せたんですけど、分かりますでしょうか。こちらカラーバリエーションはこちらの中銀シルバーでございますわね。それと一部店舗にはゴールドがございます。税込み539円となっております。こんな感じで表面を叩いたようなサークルをつないだデザインが特徴のバングルで高見えいたします。このバングルゆっくり広げたり閉じたりできるので、誰でも簡単につけることができるんです。はい、ふなぴーも簡単につけてまいりましょう。はい、この通り。こんな感じでメタリックシルバーで、このサークルから見える肌見せでトレンドと抜け感も出してくれるんでございますわね。そんな素敵アクセサリーでございます。ちょっと光に当たるとね、キラキラするのがまたいいんじゃないですか。はい、もちろんね、撮るのもスッと撮れます。うん、こりゃいい。そしてふなぴーは
インスタもやっておりますので、もしよかったら見てくださいませ。ではこちら、ひなさんと太陽さんコラボの朝朝キャミビスチェとメタルバングルでコーディネートしてみたいと思います。トップスはひなさんのメロープローバーに、ボトムスは GU のバギーパンツに、足元はブラックのウェッジソールサンダルで、モノトーンコーデにして差し色に持ってるバッグはムムさんのスクエアバッグで、夏っぽコーデにしてみました。そして今回購入したこちらのバングルでございますね。このバングルつけるだけでトレンド感と華やかさをプラスしてくれます。購入して大正解なアクセサリーでございますわね。はい、そして今回こちらも購入したひなさんと太陽さんの朝朝キャミビステでございますわね。164センチの船ピーは LL サイズを着てこんな感じ。朝朝の素材でシックで落ち着いたダークグレーで、大人っぽくって高見えいたします。ちょっとフナピーが大人っぽくっていうのは気恥ずかしいんですけれどもね、大人っぽいです。そしてゆったりとしたサイズ感で、後ろがシャーリングゴムなので締め付け感なく着用できました。これなら脱ぎ着も楽ちんでございます。前身頃のこのタックデザインに、胸から下の切り替えでふわっと広がるフレアデザインなので、フナピーの気になるぽっこりお腹や腰回り、ヒップもカバーできてすっきり見えます。ストラップショルダーが調節できるので、自分の好きな丈にできるのも嬉しゅうございますわね。トップスをインしたくても着用できるから、トップスインが苦手だわっていう方にもおすすめでございます。では次行ってみましょう。バングルをつけて、胸元にはテラさんのビーズマンテルネックレスをつけて、インナーはユニクロのブラックのブラチューブトップに、小牧さんのボーダーシアープローバーと、ボトムスはテラさんのフレアデニムパンツに、足元はホワイトのディアフルプチアヤさんの厚底サンダルに、ムムさんのチェーンボストンバッグを持ってコーデしました。鉄板のカジュアルなデニムとの合わせも、きれいめ朝朝のキャミビスチェでカジュアルすぎず着用ができました。では次行ってみましょう。胸元にはスザンヌさんのシルバーのマンテルネックレスをつけて、インナーはそのままで、キャミビスチェの上に GU のシアーロングシャツを羽織り、袖口はロールアップして少し襟抜きをして、ボタンを全部開けてまっすぐなラインを強調してもよし、こんな感じで真ん中ボタンを止めて深 V ネックにしてすっきり見せてみました。そしてボトムスはユミさんのブラックのタック付きフレアパンツに、黒のパンプスで色のグラデーションをつけて、
コーデの邪魔をしないブラックのメッシュバッグで綺麗めお出かけコーデにしてみました。今回はひなさんと太陽さんのコラボ朝調キャミビスチェでコーデいたしました。モノトーンコーデに差し色バッグで夏っぽコーデ、朝調ビスチェで大人カジュアル、グラデーションをつけたきれいめお出かけコーデ。さてうなぴーのお気に入りのコーデは、はい、こちらでございます。はい、これでうなぴーのシマパト&コーデネート終わりにしたいと思います。皆さんの何かの参考になれば嬉しゅうございます。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。バイバイ、また見てね。はい、じゃんけんいっちゃうわよ。じゃんけんぽい。うなぴーはチョキを出しました。ふわっと広がるフレアなおけぐ。